森きよんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、先日、パリーグのファンのお友達と、交流戦を見に行ってきました。はい、今回はですね、前回の、セリーグの球団歌を歌うに続いて、今回はパリーグの球団歌を歌うということで、6球団パリーグ歌ってみたいと思います。去年の順位順で歌っていきたいと思います。またですね、楽譜がもうサビの部分しか書いてないような譜面しか見つけられなかったので、いろいろこう継ぎ足ししてもう必死こいて弾いて歌ってますので、またお手柔らかに聴いてくださいませ。ではでは、はい、昨年の1位は福岡ソフトバンクホークスです。オープニングと今と、なぜユニフォームを着ているのかと言いますと、私の観戦友達は、ホークスファンが多いんですね。で、いつもこう無料でもらえるこういう祭典の日、鷹の祭典の日とか、そういう日に、声をかけていただいて一緒に見に行っておりまして、持っているんです。おっとっとっと、はい、いざ行け若鷹軍団という球団歌を歌いたいと思います。で、これも不思議なご縁なんですけれども、私が、まあ、コロナになる前にはしょっちゅう、開かれていた作詞家作曲家の先生方が集まる、宴会に私も参加していたんですけど、いつも席が近くなる、作曲家の先生がいらして、よくよくお話を聞きますと、このいざ行け若鷹軍団を作曲している富山先生であるということを知り、おおとなりました。不思議なご縁でございます。なので頑張って間違えないように歌ってみたいと思いますが、何分ピアノはねちょっと初心者なので、お手柔らかに。では聞いてみてください。いざ行け若鷹軍団です。先日ですね、私の応援しているベイスターズとロッテの選手のトレードがありまして、ちょっと寂しい気持ちにはなりましたが、トレードをね、いい方向に捉えて、行く選手も来る選手も活躍できたらいいなと、綺麗事を言っております。はい、あとロッテと言いますと、私は井口監督の顔が好みですので、この間の交流戦は一塁側から、なんですか、これ双眼鏡で三塁側のベンチばっかりこう覗いておりましたね。でもマスクでね、お顔がここしか見えないんですけどね。はい、ということでロッテの球団歌、
We Love Marines を歌ってみたいと思います。ですから西武線に乗ってますとどの駅にもホワイトボードに得点表がこう書いてあって何対何だということが分かるんですよ。どの駅にもです。はい、あとはですね、西武といえば森監督時代が私の中でまた年齢がバレる、はい、いやすごい強かったなという思い出があります。では球団歌ホエロライオンズを聞いてみてください。と言えてたかな。はい、楽天イーグルスは仙台に球場がありまして、私以前仙台の方に観光で行った時にこの球場の近くまで通りかかったんですよ。ね、もちろん、試合のない時期だったので全然試合は見れなかったんですけれども、素敵な球場だったのでいつか行ってみたいなと思っております。ただ噂によると現金が使えないと、アナログ人間、現金派の私には、それまでには何かそういうものを準備しておかなきゃいけないんだなという心づもりでおります。はい。では、球団歌。羽ばたけ楽天イーグルスを歌ってみたいと思います。聞いてみてください。頑張れ、頑張れ、楽天。頑張れ、頑張れ、楽天。白銀の夢か。
天、楽天です。日ハムといえば長いこと監督をしていらっしゃいます栗山監督、ね、栗山監督が監督になる前は、ね、現役選手引退して、まあ、解説者やったりテレビに出てたりして、で今監督になってるわけですけれども、その時に大学の講師をして いらっしゃったことがあるんですよ。それで私の学校にも教えにいらしてて、で私の学校はとりあえず歌踊り、お芝居の授業の単位を落とさなければ卒業できるのかと思いきや、一般教養も何個か単位を取らないといけなかったんですよ。それで私はスポーツ論といって栗山先生の講義を取って単位をもらって、まあ、無事卒業できたわけなんですけれども、まあ、当時からやっぱ話すことがお上手でしたね。でもね、元プロの選手の話を聞くのはとても楽しかった思い出があります。はい、では球団歌、ファイターズ賛歌をお聴きください。ではなくバファローズ、これ バファローズ警察がいますから気をつけて、この楽譜間違えてます、バッファローズって書いてあります。はい、オリックスの思い出といいますか、私は先ほどソフトバンクファンの友達がいると言いまして、その友達と見に行った時にソフトバンク対オリックス戦だったんですけれども、普通外野席って楽器も鳴らして、もう応援歌をやっぱり暗記してこう歌えるガチファンみたいな人たちが外野に集まるイメージがあるんですけれども、このオリックス戦の時ですね、試合開始のぐらいの時にまだ外野がぽっかり綺麗に四角く誰も座ってないんですよ。スカスカなんです。で、その周りにはもうなんかガチガチのファンがいたんですけど、なんだろうと思ったら、まあ、試合開始して、ゾロ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 と、リクルートスーツというか、まあ、スーツ姿の男女がゾロ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 と来まして、あら、なにこれ、招待席みたいな。関係者席、オリックス関係者みたいな人たちが、ね、ゾロゾロゾロと来て、応援歌を歌うでもなく、もう静かに座ってるんですよ。さすがに外野席そういうことを、なんですか、貸し切っちゃダメでしょうって私は思っちゃったんですけど、もうガチファンの人たちが本当周りを肩身狭く歌ってる感じがしてかわいそうでした。そんな思い出です。ね。では、球団歌、スカイを歌ってみたいと思います。Thank you.
リーグ6球団の球団歌でした。やはり歌っているのが男性なので、なかなかその手に入れた楽譜のキーでもありますけれども、ちょっと歌いにくくて、1オクターブ上だとなんか曲調が変わっちゃったりしてはおりますが、頑張って歌ってみました。やっぱり男性の曲は、ちょっとキーを変えて自分のテリトリーに持っていかないと、そのままでやるのは厳しいなぁと思う今日この頃でございます。交流戦は終わってしまいましたが、まだオールスターもありますので、この動画を見てオールスターで、あれこの球団か聞いたことあると少しでも思っていただければありがたいです。今回は、今年はオリンピックでちょっと中断もしますが、また楽しく応援できればいいなと思っております。では、次回、お楽しみに、またお会いしましょう。ありがとうございました。